皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は指名契約星3星4おすすめ選手まとめやっていきたいなと思います。先日ですね、星5の指名契約で獲得できるおすすめ選手っていうのは紹介したんですけど、本日は星3星4の指名契約で無料獲得できるおすすめ選手だけではなくて、マッチパスの得点で獲得できるベイル、タリッチ、この2人までがっつりと紹介していきたいなと思います。こんな順番で紹介していきますので、気になるところだけではなくて最初から最後まで飛ばさずに見ていってください。でちなみにですね、最近始めた方向けに簡単に解説をすると、この指名契約っていうのは期限がついていて、その期限内に使えばいいので、一旦今回ので使わずに次回の指名契約リストまで持ち越していただいても全然 OK ですね。まあただね、指名契約リストって1回1回が結構長いので、次が来るまで時間がかかるっていうのと、星さんとかは絶対余ってくると思いますので、まあ、特に星さんとかはちょっとでも気になったら獲得するぐらいの勢いでも全然いいんじゃないかなと思ってますね。今回紹介する選手はもちろん、皆さんの中でおすすめ選手がいたらぜひコメント欄でたくさん教えてください。ということで早速いきましょう、レッツゴー。でまずはですね、こちら指名契約ではなくて、マッチパスバリューを解放した時に無料獲得できるベイル選手になります。まあバリューに関してはですね、指名契約が追加でもらえて、トレーナーももらえて、ベイルももらえて、実質50コインって考えたら絶対解放した方がいいと思ってますね。でさあ、ベイル結構優秀じゃないですか。これおまけでもらえるレベルの選手はないと思うんですよね。パス、シュート、ドリブル、何でもできる万能型ウィングストライカー、かつスキルも優秀なので、両ウィング、両サイドハーフ、どこでもこなせる選手になってますよね。まあコントロールカーブないのだけは惜しいですけど、今回キック力はトップ強化なので、決定力っていうのは数値以上にあるんじゃないかなと思ってますね。で注目はですね、こちら通常との比較になるんですけど、レベル上限むしろ今回のが高いので、完全上位互換になってるんですよね。いやこれ見たら欲しくないですか。まあベイルはね、選手として好きな方も多いと思いますし、初登場の希少性なんかも考えるとかなりおすすめの選手になってますね。はい、ということで次行きましょう。で次はですね、さらに上のプレミアムまでマッチパスを開放するともらえるタディッチ選手になります。まあ、タディッチはですね、週間で2回すでに出てますので、そこで持ってる方は追加で育成する必要はないと思いますけど、初ゲットの方であれば結構いい選手だと思ってますね。まあ、本当にですね、ライブアップデート安定してるし、見たらわかると思うんですけど、これだけ適性が広くて、コンディションの波も小さくて、能力バランスがいいってところから、かなり使い勝手がいいんですよね。まあ、ライブアップデートいいタイミングはいろんなポジションのサブとしてベンチに潜ませておくのもありだと思いますので、ぜひ気になる方はこんな感じでバランスよく育成してみてください。で通常からもですね、堅実に強化はされてるんですが、さっきも言った通り過去の習慣には届かないですかね。まあ、なので丸1持ってる場合だけ育成を検討してみてもいいのかなってところですかね。まあ、ただね、今回のマッチパスの得点で言うと、僕はタディッチよりもベイルの方が育成優先度高いんじゃないかなって思ってますので、まあ、この辺りは好みですけど、僕はどっちかというとベイルをしていきたいなと思ってますね。はい、ということでここまでがマッチパスの得点選手になりますので、ここからはまずは星さんのおすすめ選手紹介していきましょう。1人目はボリーニ選手。まあこの選手は迷ったんですけど、星さんの指名契約なら使ってもいいんじゃないかなって思ってますね。ワンタッチシュートの追加、決定力、ボルコン、ボディコントップ強化で、何がいいかって、この選手スーパーサブ持ちなんですよね。でしかもスーパーサブだけじゃなくて、チェイシング、スルーパス、コンカなどスキルがマジで優秀なので、まあライブアップデート A だったらスーパーサブのウィンガー枠としてマジでワンチャンあるんじゃないかなって思ってますね。まあ能力で言うと突出して高いわけではないですけど、逆に安定感は抜群なので、調子さえ上向けば全体的にグッと底上げされるタイプだと思ってますね。プレミアムまで解放されてる方は星さん8枚あると思いますので、この選手は全然とってもいいと思いますね。はい、ということで次行きましょう。さあお次もですね、星さんのおすすめ選手、ユネス・ベランダ。なんかあんまり注目度高くない気がするんだけど、このベランダ結構ポテンシャル感じるんですよね。今回チャンスメーカーからリンクフォワードに変更が入って、センターフォワード本適性がつきました。で注目はですね、スキル、ダブルタッチ、ルーレット、足裏、ワンパス、ルパなどかなり優秀なんですよね。でそこにですね、能力も足元系安定してる上に、トップ強化組もいい感じに上がってますので、全体的にかなり仕上がってますよね。まあスピードがね、 TS 役でギリ70届くくらいなので、そこは不安要素なんですけど、周りを生かせるストライカーって意味では躍動できると思いますので、ぜひ
獲得検討してみてください。ということで次の選手いきましょう。はい、星さんの紹介はラストになるんですけど、最後はワールドカップエクアドルでも大活躍中のエネル・バレンシア選手、なんと星さんの指名契約で取れちゃうんですよね。まあ一つ注意なのは、一発目のワールドカップ週間で FP として来る可能性が高いので、まだ獲得してない方はとりあえずそこで引けるかどうか確認してから星さんの指名契約使う形でもいいと思いますね。でまあこの選手は分かりやすいスーパーサブラインブレーカーで、とにかく抜け出しとフィジカルに特化したタイプになりますね。 TS 役スーパーサブ状態で使ってあげれば、得点能力周りも85前後まで上がってきますし、フィジカルスピード周りは90近くまで来ると思いますので、いやーこれ結構えげつない動きしてくれそうですけどね。まあライブアップデートが必須条件にはなってくると思いますけど、ガチスカもワンチャンあると思いますので、星さんだったらこれは獲得して良さそうかな。まあとりあえず今回紹介する星さんは3名になるんですけど、まあ特にですね、このバレンシアと1個前のベランダに関しては星さんで取れる選手のクオリティではないと思いますので、特にこの2人は積極的に獲得してみてください。ということでここからは星4の選手見ていきましょう。はい、星4の選手はですね、2人の紹介になるんですけど、まず1人目はアナスタシオス・バカセタス選手。いやもうこの選手、名前呼ぶのが気持ちいい。噛まずに読めた時最高なので、ぜひ皆さんも口に出してみてください。でそうだ、言い忘れてたんですけど、今って指名契約トルコリーグとオールタイムグレート2つ来てるじゃないですか。でトルコリーグの方って選手タイプがトレンドになってるので、最初からレベまで獲得できるんですよね。まあ特にですね、星さんとか星4ってわざわざ育成トレーナー使うほどでもないなっていう選手が結構いますので、まあそうなるとトルコリーグで最初からレベまで獲得できる方が優先度としてはちょっと上がってくるんじゃないかなっていうところはありますね。っていうところで、このバカセタスもですね、育成する必要がないんですけど、いや結構優秀じゃないですか。能力でいうとキック力が非常に高い2列目で、 ST 本適性あるのも熱いですよね。まあちょっとスピードが低いですけど、バランスいい能力で何でもできるタイプなので、ライブアップデート次第では全然チャンスあると思ってますね。まあカーブ決定力80超えてて、キック力92のコントロールカーブ持ちなので、結構えげつない効果入るんじゃないかなって思いますね。星4余ってる方はぜひ獲得検討してみてください。でこの動画最後の紹介は個人的な一押し、シュポモティング選手になります。いや週間で当たってからマジで愛用しまくってるので、結構おすすめですね。まあ、ただ週間で登場した時はリンクフォワードだったのに対して、今回は通常と同じデコイラになりますので、ここだけはちょっと使ってみないとわからないかなって印象ですね。まあただスーパーサブ持ちのデコイランは貴重だし、スーパーサブ状態で使った時の万能感っていうのが素晴らしいので、ぜひラインブレーカーの相方とかでツートップ組ませて使ってみたりしてみてください。でね、シュポモティング何がいいかって、ライブアップデート、まあ今はねワールドカップ期間中なのでないですけど、リーグ戦でめちゃめちゃ調子よくて得点決めまくってるので、ほぼ B 以上で使えるんですよね。ここもですね大きな武器になりますので、僕は星4のだからと一番おすすめの選手にはなってくるんじゃないかなと思ってますね。まあただこちらはですね、オールタイムグレートの選手になっていて、育成する必要がありますので、そこだけは頭に入れて獲得するかどうか考えてみてください。で最後にこちらが週刊との比較になります。まあこれは見なかったことにしようか。週刊持ってたら獲得する必要は一切ありませんので、持ってない方だけぜひ狙ってみてください。ということで今回の動画以上で終了していきたいなと思います。ちょっと最近ねワールドカップの観戦しすぎて喉が枯れてて聞き取りづらいところあったと思うんですけど、できるだけ分かりやすくお話しましたので、参考になったらすごく嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。まだまだいろんな動画上げていきますので、引き続きヒカックのチャンネルチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。